ちょっと今度ね、そうすると、金が入って倒れて抜いちゃう。これほどバッティングできるよ。好きないのに。ママの。すいません。私もいつもそうなんだ。ママ何言ってるのやっぱりわかんないって言われる。こういうのに穴開けたら。でもあれでしょ、あれはもう、ああしてくれればいいのよ。あれはバークやね。こういうふうにああいうふうにやっといてくれればいいじゃん。何を言うのとか言ってくれるんですか。これはこのままにしよう。で、明日また使おう。今週はまた。あれをやってバーってやつやるんで。今、僕の方法とか、第二のプリンというか、あの距離ね。やばい。目ではさ、後ろなんかしなくてもいいじゃん。こちらはいいけどね。後ろなんかしなくてもいいじゃん。あれはだからライトアップすれば向こうでね、あの配電も開かないですよ。配電の後ろの建物があれは5分だ。5分やっぱ塗らないんですよ。配電まで行けばいいんですよ。入ればね、これからいれば話の人で行くのもないからね。だからボールを下で切っちゃうか、上まで行って、上までライトアップしてあればちょうどいい。すごい、すごく課題が一つ。もうなんだよ、もう。言えた。やったよ。ね、そうです。でも課題があるってことはすごいですね。そうですね。だから、木村さんの案かな、この。あ、いやいや、これね、みんなで、ね、みんながいろいろ試行錯誤を。試行錯誤ですよね。それで、そこ抜いたやつ、あれもいいですよね。そうそう、あれも試行錯誤。だから、だんだん進化して。そこ抜いたのから、紙巻いて。あれだってさ、最近ね、東京なんかでさ、レスマイってさ、冬なんかしゃぶしゃぶ食べるのは、紙のこの、あれでしゃぶしゃぶ食べるの、紙の鍋。だからその紙をなんかあれ高いんだ。紙鍋ね。でもこれでだってそこ抜いて上がりつける前にこうやってば。ねえ、それもいいですしね。テープでつけとくとかね。でもね、あの大分の上で燃えて半分くらいして炎が瓶 の半分より下になってるので、きっとね明日は大丈夫でしょうって炎が。なるほど。そうそう、確かに5ミリぐらい減ってるもん。そうそうそう、1センチ減ってるのが、あ、そう下がってるから。下がってる。これなんか一番減ってるね。ね、そうすると、あのね、瓶も風よけになるし、で、周りのね、コップも風よけになれば、きっとね、